はい、じゃあダブルスをして、ボレーとかサーブのどんな感じかっていうのを体感してもらいたいと思います。じゃあこのドラゴンボールチームのなんでドラゴンボールチームなの？デンジャラスビーストチームです、はい、じゃあちょっと使うラケットとか設定をで、皆さんにはビースト DB を今回使っていただいてるんですけど、 300g と 280g の2種類あって2本ずつ用意しました。で、松田選手は 300g の、ストリングスがハリアレスポンス17を50ポンドで貼ってます。で、宇都宮の元気さんはバン、テニス大好きおじさん元気さん、元気さんは、ビースト DB の280、エンブレム LT の16、50ポンドで貼ってます、はいはい、で、フッキーさんも宇都宮の元気さんと同じビースト DB の280、同じくエンブレム LT の16を50ポンドで貼ってます。で、クドコですは松田選手と同じですね、ビースト DB の300、こちらがハリアレスポンス17、同じく50ポンドで貼ってます。Thank you.
先輩をしっかりフォローして。デンジャラス感ゼロの。ゼロだった。違うデンジャラス感ですか。ということで、じゃあ、 本題の感想を。工藤コーチから。まずリターンなんですけど、ワイドに、走らされたところから、このラケットが真ん中の部分が多少たわむことによって、このたわみを生かして、スピンをかけるってよりもちょっと押し出すように打った方がなんか自然と楽に入るような感じで、普通にワイドに差し出されても結構楽に返せたかなっていう感じでしたね。はい、結構そのたわみがターンでも使えたのかなっていう感じです。見てた感じだと、まあ、いつもうまいんですけど、リターンなんかはすごい、やっぱり安定感があって、うまくラケット使いこなしてるなって感じ。デンジャラスだった。デンジャラス。デンジャラス。デンジャラス感がなかったんですけど、いや本当にプロにももちろん助けられてって感じだったんですけど、
やっぱりアシスト感がやっぱりあるなっていう感じで、やっぱボレーなんかは本当にこうやっぱその DB の良さっていうかノリがあって安定したコントロール性のある感じでボレーしやすいっていう感じが出てるなっていうのを感じました。でもなんか態度だけは後輩を扱うごめんねみたいな本当はもっと私はもっといけいけみたいな感じだったけど、自分がなんとかしなきゃ入れればなんとかしてくれるよ。まずサーブなんですけど、すごいファーストサーブからも回転バンバンかけてすごい思いっきり振っていけて、それがしっかり入ってくれるので、すごいサーブからの展開っていう部分ですごい使えていけるなっていうのが一つと、リターンも最初すごいエースいっぱい取られちゃって、ポジションがやっぱ後ろにいてエース取られてたんで、結構怖がらずに前にドンって入ってたらもうラケットがなんとかしてくれて、結構当てただけでしっかりドンって相手の力を伝えて返してくれるので、そこがすごい楽にいけたので、最初からそれしたらよかったなとちょっと後悔しております。でもさすがっすね、そういうの途中で修正してでラケットの力もこう考えつつ、これも結構パッて来た瞬間にこう反応がやっぱちょっと遅れたって思ってもキュンって出せばヒュンってボレーが飛んでってくれるので、すごいラケットに助けてもらいました、ネットプレーに関しても。やっぱり最初にゲーム入る前におっしゃったこうボレーが楽しみって言ったのは、はい、すごい楽しめました。すごい本当にいつもだったらちょっと遅れただけでもうこのスイートスポットを外した瞬間に結構浅くなったり、相手に次バーンって打たれるってことも多かったんですけど、今回はラケットが勝手にいいところに行ってくれるので、そこからポイントが決められたのでピンチがチャンスになったなと思いました。いいコメントだな先輩の違いどうでしたか 280g の方。 280g、はい、まあ、多分重い方にしても軽い方にしてもやっぱりこの糸のたわみっていうのはかなり、ね、感じられるんじゃないかなと思うんですよね、はい、でこのたわむっていう要素ってやっぱりある程度厚く当たった時によりこう大きくたわんでくれて良さが出るっていうのが あると思うんですけど、あまりこうなんだろう、中圧系でこう回転かけて薄く当ててこう回転かけないと入らないっていうイメージよりもしっかりと思い切って打ってしまった方がいいなとは思います。ボレーも今日結構スライス系の薄い当たりでこう入れてくっていう感じよりも厚い当たりでしっかりと自分から攻めていくような感じの打った自分から打ちに行ったようなボレーの方があのしっかりボールにも伸びが出せるし、弾いて飛んでる要素もあるけど結構押して飛ばせるような感覚もボレーでは出せると思うので、そういう点ではあまりこう中圧、さっきもねストロークの時の話したんですけど、中圧っぽいからこう回転かけないとって思わずに結構こう厚い値でどんどん打ってあげるような感じで打った方がいいなと思います。じゃあ前作のビーストとかあの辺と、まあ、例えば比べるとするとちょっとこうボックスじゃないけど持ち感がある、持ち感が、うん、強く感じる。あの O3 でも多分結果的に同じような表現ってするとは思うんですけど、あっちの方が小さいあたりでも結構糸が大きくたわんでくれちゃう感じがするんですよね。だけどこの DB のタイプの方って厚く当てて初めて大きくたわんでくれる感じがするので、小さいあたりだと逆にちょっとこうショートしちゃうような感じかなと思うので、結構思い切って前作ビーストのトラディショナルで飛びすぎちゃう人はちょうどいいんじゃない、多分ちょうどいいっていう思い切ってこう打っていける感じじゃないかなと思うんですよね。なんか回転かかるっていうのも薄い値で回転かけるよりも厚く当ててフラットドライブ系のイメージの回転のかかるっていう方があのイメージしやすいんじゃないかなと思います。結構振っていく人の方が良さそうですね、今の話を聞いて、うん、の方がイメージに合うっていう風になってくるんじゃないかなと思います。ということで最後にちょっと工藤さんにこれちゃんと覚えてるかどうか今回はあの2文字だったんで、はい、ギリギリ覚えてます、はい、ダブルブリッジ。あ、よかった微妙な間があるとやっぱ怖いから怖いからそういうのみんな一瞬不安になってよかったということで、はい、ビースト DB が、まあ、予定では、まあ、9月の後半ぐらいには発売する予定で今いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います、今日はありがとうございました。ありがとうございました。